この動画はストーリーの途中ですので、再生リストから順番に視聴することをお勧めします。翻訳は YouTube の自動翻訳を使用しているので精度が低いことをご了承ください。三森一同だ、入るぞ。おう、総研来たか。早速で悪いが、約束通り貴様に384飛竜隊の指揮を任せる。七尾から降下票は受け取ったか。あ、ちなみに、今回はあれですね、チャプター、違うな、マクマか、うん、チャプター1の後のマクマになるのかな、わからんけど、やってます。ああ、クソの役にも立ちそうもない性能票なら受け取った。戦績表を見る限りは技能がバラバラだな。戦場ってのは不思議なもんでな、一番うまいやつと一番下手くそが生き残り、中間から死んでいく。故に技能にばらつきが出るものなのだ。まあな、俺のいた世界でもそうだった。そしてそのばらつきが現場でも意識できるようになってくると、その部隊は大抵全滅する。上級者が下級者をかばって思うように飛べず、下級者は上級者がいることに甘え始めるからだ。かといって上級者だけを集めてもうまくはいかず、下級者だけを集めても無駄に軍備を疲労する。重要なのは中間の存在だ。上級者から見れば成長目覚ましい中級者の存在は励みになろうし、下級者にしてみれば成長過程にある中級者の存在が良い手本ともなろう。補充兵の件はどうなっているんだ。申請中である。こればかりは誰でもいいというわけにもいかんしな。ペトラの母校であるオーセンブルムの飛竜士官学校から在校生を青たがりする予定だ。ペトラ、資料には目を通したのだろう。ペトルシカ・マーレン隊、384飛竜隊の隊長だ。うん、前回の戦闘で翼をもがれたトカゲというのはそいつか。惜しいことをした。あれは腕も立つし部下にも姉のように慕われているが、もう飛べん。うん、姉ということは女なのか。何を言っている。飛竜隊は全て女だ。何、何だと。男の竜は飛べん、飛べるのは女の竜だけだ。貴様今までそんなことも知らなかったのか。そうなんだ。あ、確かに言われてみればそうだな。陸戦隊の竜は男ばかりで、飛竜は女しか見たことがない。そういうことだったのか。やれやれだな。その程度の知識で飛竜隊の指揮を任せろなどと大口を叩いたのか。知ったことか。オスでもメスでもどっちでも構わん。俺は負けないための飛び方を教えるだけだ。先方の隊長にはすでに話は通してあるが、納得した様子ではなかった。まあ、せいぜいいじめられんように気をつけることだ。実力で言い聞かせるしか分からせるしかないや。いじめてたの、遊んでいるような余裕がある舞台なのか。大概がありそうだ。トカゲは女しか飛べないというのは確かに初耳だった。この世界の住人にしてみれば当たり前すぎて、あえて説明するまでもないと思っていたのだろう。空を飛ぶ行為は立体軌道だ。前進はもとより左右に加え上下も当然として、時には交信することもある。俺のいた世界では女は脳の構造的な問題で、立体的な空間把握能力の習熟に労を要すると聞いた。へえ、知らんけど。この世界のましてやトカゲ女にもそれが当てはまるのかとなると、未だに未知の部分が多い。でもどうなんだろうね。小さい頃から飛べたっていう話なのであれば、小さい頃じゃ、あ、そうか、潜在的なあれと後発的なあれがあるんやったな。まあ、飛ぶということが日常になっとるわけだから、次第に自然と空間把握能力は養われるはずなんだけどな。例えば男の子とかだったらさ、日本で言うのであれば、男の子ってやっぱ野球とかを昔からやっとる都合上、鬼ごっことかさ、そういう外で遊ぶ、ものをやっとる以上、その空間把握能力みたいなのってさ、なんか自然と養われていく感じがするやん。時代背景的に女はやっぱ家にこもることが多かったりとか、女の子同士でなんかおままごとやったりとかっていうのが文化としてあったわけだから、うん、
まあ、教えることも多そうだが学ぶことも多そうだ。本日付当384飛竜隊へ配属となった三森一郎に悲壮だ。まずは隊長に着任の挨拶がしたい。案内してくれ。誰ですのあなた。あ、すごい癖の強いお嬢がやってきた。本日付で当384飛竜隊に配属となった三森一郎に二飛装である。全然入ってこない、この二飛装っていうのが。まずは隊長にお目通り願いたい。そんなに大きな声を出さらなくても聞こえていますわならさっさと案内しろ。あなた人間でしょ。どうして人間が飛竜隊に配属されてくるんですの。説明は後だ。隊長はどこにいる。なんだ大きな声を出してどうした。なるほど、これが隊長か。いや、この方が隊長に合わせろと。隊長に何の用だよ。違うんだ、後で説明する。事例はあるんだ、案内してくれ。隊長のテントは西側の奥だよ、勝手に行きな。よろしいんですの。私の知ったこっちゃないよ。不安ならあんたが案内すればいいだろ。かまいん。かまいん。キーってなんか声上げそう。キーって言いながら悔しがりそう。どうして私が。だったら黙ってなよ。事例があるって言うんですさ。上にやることにいちいち疑問持ってりゃキリがないって。話が分かるやつ。ちょっとフランさん。そういうことなら勝手に行かせてもらうが構わないな。なんだ。勝手にどこへでも行けばよろしいですわ。私の知ったこっちゃねえですのよ。言葉悪いな。そうか、なら勝手にさせてもらおう。新参者に態度が悪い部隊など珍しくもない。軍隊ってやつはどこへ行っても得体の知れないやつは嫌われるし、ましてやじりじりと損耗を続けている部隊ともなればより空気も悪い。こんな時はまず同郷のやつを見つけ出し、それを足がかりにするのが軍の基本だが、こんな異世界にあっては同郷もクソもない。あら、美しいお姉様。本日付で当部隊に配属となった三森一郎二飛装だ。司令部よりの辞令で辞令の提出および着任の挨拶に来た。話は聞いている。納得はしてないね。歓迎されるとも思ってはいなかったが、予想以上に面白くないって顔だな。何が面白いものかよ。率直にクビだと言えばよろしかろう。今さら何を回りくどい言葉をこね回されますか。クビではないと何度も説明はしただろう。貴様にはこれまで通り384飛竜隊を睨みつけていてもらわねばならん。聞けばそのもの男だという話ではありませんか。飛べもしないものを何故飛竜隊の指揮官の椅子などに座らせるのか。そう言うな、あれは面白い男ぞ。女を恐れん、跳ね返りばかりの貴様の舞台にはふさわしいではないか。そうはおっしゃられますが。貴様も飛べなくなった身だ。除隊せよとは申さぬが、一つ一郎に任せてみてはどうだ。そのものを随分と高く買っておられるご様子ですが、そう簡単に我が隊を仕切れるとも思えません。心配であるなら様子を見ればよかろう。あれは侮れぬ男ぞ。あの烈風のごとき性格の姫様を手なずけておるようにも見える。姫様以上の強風持ちであると。鼻持ちならぬ男だが、あの臨身にも一目置かせる輩と聞き及んでおる。実際に指揮を取らせ、それでも気に入らぬとあればクビにするもよかろう。臨身様のご推挙とあらば無下にもできますまい。特殊な執事のやつが来るとは聞いていたが、貴様のような小男だとは思いもしなかった。ましてや人間だとはな。人間が飛竜隊に着任だと？どういうことだ。辞令に記されている通りだ。
翼をもがれて飛べなくなった隊長に代わり、今日から俺がこの隊を指導する。ふん、飛べぬ飛竜など飾りにもならん。同じ飛べぬなら御しやすい人間に隊を預けるというわけか。ふん、嫌味にも程があるな。言いたいことは多々あるだろうが、俺の知ったことではない。当面の間、貴様が飛竜長であることに変わりはないが、貴様に代わって俺が隊の面倒を見る。階級は二質のままだが、指導時には、左官待遇下士官として教育させてもらう。そのつもりでよろしく頼む。教育ときたか。人間風情が飛竜を相手に何を教育するつもりだ。おかげの死体を減らす方法だ。おい、私は多くの部下を失って気が立っている。そういうのは冗談でも聞きたくないな、人間。言われたくないのならキリッとしろ。指揮官である貴様の、不尊が部下にも伝染しているぞ。体調が乱れれば隊の全体が乱れる。部下に同情されるような惨めを晒すな。お、すごいこと言うやん。言ってくれるじゃないか、人間。トカゲの指揮をトカゲが取るからトカゲの弱点が見えんのだ。ここは俺に任せろ。ふん、任せろときたか。そうは言いつつも飛竜の何たるかをまるで分かっていないアホはいくらでも見てきた。確かに俺はトカゲについては何も知らん。知りたくもない。ただ俺とて鼻っ柱の強い若わしは目が腐るほど見てきた。扱い方は心得てるつもりだ。そう、うまくいくかな。軍隊なんざどの国だろうと同じだ。くだらん伝統とこだわりの塊だ。俺はそれを壊すところから始める。ふん、確かに上からの命令でただなんとなくできたアホとは違うようだが、まあ頑張ってみろ。応援はせんが邪魔もせんよ。というわけで本日より私の代理としてこの男が貴様たちの指揮を取る。あら、あの飛竜長、もうお体はよろしいのですか。みな知っての通り私はもう飛べん。今日から代わりにこいつが指揮するそうだ。納得いかねっすよ。そいつ人間じゃないっすか。飛べない飛竜も人間も大して変わりゃしない。だからそれが納得いかないっつってんすよ。俺が気に入らんか。そうだろうな、だろうな。俺が貴様らの立場でも同じに納得はせんだろう。みんなでキャッキャと仲良くやっているところへ突然やってきたかと思えば分け知り顔で、今日から俺様が指揮官だ。では誰だって腹が立つ、当然だ。だったらどうするってんだい。この隊で一番巴戦の腕が立つのはどいつだ。巴戦？空中格闘戦のことだ。それなら私だったと言うべきかな。私が飛べぬようになった今は、そうだな、状況にもよるが、カーマイン、貴様だ。私ですの？飛び上がってすぐに格闘戦に入る迎撃戦ならフランが一番だろうが、どうにもお前は落ち着きがなくてフラフラと無駄が多い。ちっ、そう言って頭ポンポン叩くのやめてもらっていいっすかね。どちらでも構わんし二人同時でも構わん。飛ぶ準備をしろ。まずは俺と空中戦をしてもらう。空中戦？あなたが飛べもしないのにどうやって？この舞台で一番どんくさくて使えないのはどいつだ。どうしてみんな一斉に私を見るの？でしょうね。おい、そこの見るからにどんくさそうで使えなさそうなお前、こっちへ来い。言いにくいことをはっきりと口に出して言われた。ひどい。どうも、名前は？モーリンです。モーリン・ローレット、フォークランド王立飛行留学校23期新卒です。よし、森、俺が貴様に乗る。準備しろ。はい、乗る。森、貴様、
人を乗せて飛んだことはあるか？ありません。よし、ならば俺が貴様に初めての男になってやる。来い。貴様のか。あいつ言ってることむちゃくちゃじゃん。どうするんすか隊長。構わん、好きにやらせてやれ。でもモーリンとカーマインでは飛行性能が違いすぎっすよ。全く勝負にならない。そんなに違うんだ。私も反対です。もし私の攻撃がモーリンに当たりでもしたら怪我では済みませんわ。それなら森とお前の尻尾の先に、なんだこれ、的でも取り付けてそれを撃ち落とした方が勝ちとすればよかろう。霊的？霊的って何ですの？栄光標的のことだ。なんかこう布でできた吹き流しみたいなもんだ。空中で射撃訓練の時に使わんのか？不敵のことか。それなら用意できる。エレン、準備をしてくれ。了解。俺のやろうとしていることは確かに無茶苦茶だ。いきなりやってきたかと思えば、一番強いやつと戦わせろ。では、やってることは殴り込みと変わらない。だが、戦場というやつはいつだって何かが足りない。それは物であったり、礼儀や道徳であったり、いろいろだが、中でも不足すれば一番取り返しがつかないものが時間なのだ。平時であれば、ゆっくりと時間をかけ、徐々に関係を深めるのもよかろうが、戦時にあってはそうもいかない。群れにいきなりやってきてボスの座を得ようと欲せば、まずはそれなりの何かを見せつけなければならない。つまり一番強いやつをぶん殴るのが一番早いというわけだ。初めて人間を乗せて飛んだ感想はどうだ森。いいな、森って言い方好きやな。重いです。いや、重いのはお前だ森。お前は雪風に比べるまでもなく体が重い。離陸速度や上昇速度も、上昇性能もそうだが、旋回運動も鈍い。そりゃ姫様と比べればそうでしょうけど、いきなり乗せろと言われて、その言われようはちょっとムッとします。それが悪いことだとは言っていない。重さがゆえに安定しているし、重いながらも特殊飛行は一通りこなす。まるで服用の、水蒸気のような乗り心地だ。重いと何度も言わないでください。これでも少しは気にしているんです。それと森じゃなくてモーリンです。ところで森よ、対戦相手のカーマインとはどんなトカゲだ？この人全然私の話聞いてない。俺に名前で呼んでほしければそれなりに仕事をしてみせろ。俺が認めるまで貴様なんぞ森で上等だ。マーちゃんのことはカーマインって呼んでるくせに。やつが舞台のエースなんだろう。差があって当然だ。それが悔しいならあいつに勝て。口で言うほど簡単じゃないですよそれ。手強いのかカーマインは。そうですね、まーちゃんとの飛び比べは幼い頃から勝てたことがないですし、彼女は飛龍学校でも首席卒業者でした。勝てる要素が見当たりません。なるほど、貴様が舞台で最弱と言われる理由がよくわかった。そんな弱気なことでどうする。逆に私はどうしてあなたがそこまで強気なのか疑問です。お任せしましたわね。ほほ、遅いぞカーマイン、何をしていた。武敵が一つしかなかったから新しく作ってもらっていたんですのよ。私のせいではありませんわ。まずは言い訳と保身か。こんな奴がエースを張っている時点で舞台の連動も知れるな。大笑いだ。ちっちゃい言うやん。任せておけば。めちゃくちゃ言うやん。悔しかったら全力でかかってこい。俺に参ったと言わせてみろ。貴様が勝ったら土下座して暴言を詫びてやる。言いましたわね、その言葉なかったことにはなりませんわよ。勝負の方法は簡単だ。高度制限なし、禁じ手なし。どんな手を使っても相手の尻尾から何これ浮いただ不敵を、口から吐いた火の玉で射抜いた方を勝ちとする。いいな。承知ですわ。では始めるぞ。互いに向き合って対抗し、すれ違った直後に試合を開始する。
なんかおかしなことになってきたっすね。確かに。なーに、新任歓迎会の余興だと思えばいい。尻尾のつかみ合いなんて、幼年者のガキのやるごっこ遊びじゃないっすか。だいたい姉さんは納得してるんすか。よそから来た新参者に舞台を任せるなんて。それを言うなら、私やエレンとて元は別部隊の生き残りだ。最初から貴様らの隊長だったわけではない。そりゃそうすけど、あの時はうちの隊長が死んじまって不在だったわけだし。言ったろ、飛べない飛竜なんてのは死んでるのも同じだ。やっぱ僕行かねっすよ。だからそれを今から納得させてくれるってことなんだろうさ。フラン、お前どっちが勝つと思う？そりゃ構いんっしょ。空戦じゃ速度と機動力に勝る方が圧倒的に有利っすからね。ましてやモーリンは人間なんて重りを乗っけてるし、絡みで裸馬状態のカーマインが負けるわけないっすよ。あ、普通に考えればそうなるわな。普通じゃない考え方ってなんすか。エレン、お前はどう思う？わからんか。どうでもいい。なんで笑う？笑うとこじゃないよね。気にするな、昔からこういうやつだ。それより始まったようだぞ。やかましい、この程度で一時悲鳴を上げるな。マーちゃん本気です。私たち打ち合わせ好きです。あなたが試合前に余計なこと言ってマーちゃんを怒らせるから。いいから落ち着け。落ち着けと言ってるだろ。無理です。いいか、お前は後ろを見ないでいい。前だけを見て飛べ。後ろは俺が見る。そんなこと言ったって。お前は前だけを見て、俺の操縦に極めて順応に反応するだけでいい。俺だけに集中しろ。返事はどうした、森？はい。なーに、あんな火の玉なんざ大した速度じゃない。見てからでも避けられる。当たらなければどうということはない。俺見た。後ろを気にするなと言っている。俺を信じて、俺に集中しろ。俺もう一回右。俺の指示通りに飛んでいれば当たりはしない。集中しろ。俺のいた戦場じゃ敵の吐き出す弾はもっと速かったし、もっと数が多かった。ガトリングだからな。上からグラマンに、被られた火には真っ赤に焼けた鉄棒のような玉が、雨のようにざんざんと降り注いだもんだ。俺の見たところ、あいつの吐き出す火の玉の大きさはスイカ大、発射速度も初速で700キロ前後、標的に近づく収束では300キロ以下に落ちている。あれでは有効射程は50から75メートルってところだ。事実、大した回避運動をしなくても火の玉は、降落しているし、そんなヘロヘロ玉なんぞ当たったところでどうってことはない。でも翼に当たったら被膜が焼かれて墜落しちゃいますよ。だから当たらなければいいのだ。そのままの姿勢で尾翼をやや、左に振れ。横滑りだ。はい、逃がしませんわよ。大丈夫だ、当たりはしない。感覚補正物の少ない空で横滑りしてるんだ。こっちを狙って撃った弾はみんなあさっての方へ飛んでいく。やつにしてみれば弾がまっすぐ飛んでいないように見えるだろう。偏差射撃って基本ができてないのか。やつが向きになってまっすぐ撃とうとすればするほど弾は外れる。焦れば焦るほど混乱する。そうなれば次にやつは、マーちゃん近づいてきました。そう、焦ったやつは大抵距離を詰めてくる。そこで素早く身を起こし減速。翼から剥がれた揚力を利用して、尻尾をひねり、風に舞う木の葉のようにフッと消えた。
バンクの姿勢のまま翼を垂直に立てろ、尻尾の側面で大気をつかめ。はい、てぇくっくっ、おもろい、おもろすぎる。上、逃がしませんわ。下、このまま高架で逃げるぞ。重い、こちらの方が早い。だから重いって言わないでください。俺の合図と同時に体を引き起こせ。尻尾を振って発生する反作用を使って姿勢制御するんだ。やれるな。やります。いい返事だ森、今だ。ちょっこまかと小賢しい真似を。エースコンバットやってる時こんな感じだったな。失速します。アマン、翼が軽くなったら畳んじまえ。尻尾を丸めてその場回答。はい、助かる。そのまま翼を広げながら突っ込め。すれ違いざまにあいつの顔面を蹴飛ばせ。え、太陽を背にしてるんだ。相手はこっちが見えちゃいない。やっちまえ。まーちゃん、ごめーん。目がチカチカして、どこに。ここを見ている。かわいい、カロリーたっけーな、本当にこの作品。てー、ことはあるというわけか。そんなのんきかましてる場合じゃないっしょ姉さん。カーマイン負けちゃったんすよ。だからなんだ、実戦じゃあるまいし、負けたところで死にはせんだろ。いい機会だ、あいつは少し負けた方がいい。冗談じゃないっすよ、新参者の、しかも人間の男にアーも好き勝手にされて悔しくないんすか。それがカーマイン的に言えばね、絶対に良くない、良い方向に働くんだよな。なら次はお前が相手してもらったらどうなんだ。言われなくてもそのつもりっすよ。ひどい目に遭いましたわ。敵の用意はあるのかい。お疲れ、大丈夫か。顔面にモーリンの足跡がついてるぞ。嘘、どこですの。ありがとうございます。やったやった、勝ちましたよ。まーちゃんに初めて勝ちました。いや、あの勝ち方はどうなんだ。そうですわ、標的を撃ち合うルールなのに顔面を蹴っ飛ばすとか卑怯ですわ。あんなのは無効です。でもあれやんな、なんもなしやったな、反則ありだったもんな。おお、ではお前の戦っている戦争相手はお前に気を使って顔面を蹴ってこないのか。それは試合前に禁じ手はないと説明したはずだ。グーの音しか出ないようだな。負けは負けだ、たまい。真剣勝負に言い訳など無意味なのはお前もよく知っているだろう。多分ペトラは多分強すぎて、で、カーマインが負けても、まあ、ペトラ相手ならっていうちょっとした言い訳ができるんだよな。だからそれ以外に負けるとやっぱプライド傷つけられるから、それが反骨精神になるんだろうな。でも逆に言えばそんだけのペトラを、てかペトラを落としたやつは誰なんだろうな。それほどの実力ではあるんだろう、きっと。何をやってもいいというのであれば、私にも戦い方というものがあります。もう一度勝負ですわ。待って待て、お前はもう負けただろう、カマイン。次は私の番だ。順番を決めた覚えはありませんわ。この次こそ私が勝ちます。ふん、どうせなら二人でかかってこい。なんなら全員で襲いかかってきても構わんぞ。モリ、まだ飛べるか。まだ元気ですけど。孫一？よし、なら日が済むまで遊んでもらえ。逆に数多い方が難しいからな。私も？そうだな、
モーリンが疲れたと言い出したら、お前が代わりにこの男を乗せて飛べばいい。男を乗せるのは得意だろ。乗せるより乗る方が好き。言うね。いや、そういう話じゃねえだろ。あ、怪我をしない程度に好きにやればいいさ。私は指揮所に戻るぞ。終わったら呼びに来い。見ていかないすか？私の勇姿。見なくても結果はもう大体分かっているからな。そうっすよね。まあ晩飯の時にでも武勇伝を聞かせてあげるっすよ、姉さん。食えるといいな、晩飯。どういう意味すか、それ。言葉の通りだ。深い意味なんてないさ。まあいいっすわ。とにかくちゃっちゃと追っ始めるっしょ。というわけだ、三森一郎。あとは任せても構わんか。いいだろう。それと故障は一郎で構わん。任しといてくださいよ、姉さん。こんなやつ速攻ボコにしてケツパーン蹴り飛ばしてキャーン言わせたりますわ。こいつマジフラグ立てまくんねよ。買いそうになった。ナレーション死したぞこいつ。マジか。ナレーション死したって。しかも空をバックに。やってんな。完全にオチに使われとるやん。フランスクワール飛竜総長志願兵、飛竜予備、余暇か、飛竜予暇練習生13期卒。負けん気が強く快活であり、少しばかり育ちの悪さが目につくところもあるが、戦場にあっては常に前に立ち、若流の手本たるべく勇猛に戦う、部隊の要といえる飛行技能者である。これ多分他のやつらも説明入るんか。そしてそしてこの日、明るく朗らかに笑う彼女の笑顔が見れたのはこの瞬間が最後だった。ひどい。ひどすぎる。その後、384部隊のメストカゲどもは何度も入れ替わり立ち替わりで挑んできたが、所詮は右往の衆というやつだ。俺は一度も負けることはなかった。己の飛行性能に慢心し、運が悪かった、今のは偶然だ、まだ本気を出してない、などの言い訳を繰り返し、負けないための工夫をしようともしない。おそらくは飛べるという優位を脅かす天敵がいなかったのが原因だろう。そうだな、そうだな。ゼロ戦最強伝説にどっかりとあぐらをかいて座り込んでいた海軍と同じだ。そんな奴らを相手に、己が命を切り刻むようにして生き延びてきたこの俺が負けるはずもない。勝てない。3人同時に襲いかかっても勝てないなんて、化け物かよあんた。俺が特別なわけじゃない、短縮旋回を出すだけで勝てちまうお前らが弱すぎるんだよ。そんなんでよく今まで生きてきたな。うるせえ。あんな変な飛び方するやつはあんたが来るまで一人もいなかったんだ。旋回中にわざと失速するとか、あんなの正気じゃねえし。こら、練習場に汚ねえヘイトを撒き散らかすな。無理もありませんよ。何時間もぶっ続けで加速度に耐えて飛んでたのですから。もうお腹の中がぐちゃぐちゃです。お前はお前で元気やな。そういうお前は元気そうだな、森。私、瞬発力はないですけど持久力には自信がありますから。なるほど。エレン、貴様も大丈夫そうだな。お腹すいた。そうか、腹が減ったか。いいぞ、兵士とはそうでなければならん。それに比べてカーマインは。気持ち悪い、吐きすぎてもう何も出ない。軟弱者だ。まーちゃん大丈夫？よだれ出てるよ、ほらハンカチ。でかい図体して寝っ転がりやがって邪魔でしょうがねえ。どうした、起き上がる気力も残ってないのか。
威勢が良かったのは最初だけか。人間なんて重りを乗っけたどんくさいトカゲ一匹、なぜ撃墜できんのだ。なんでですの。戦場になんでもどうしてもない。あるのは純然たる現実。その答えは貴様らがクソだからだ。失礼だ。なんだ、起き上がれるじゃないか。これはご無礼よ、うんこ様。いいか、貴様らの飛び方は無駄だらけだ。ガキみたいに、じゃバカみたいにか、ぴょんぴょん飛び回ってりゃ疲れるのは当たり前だ。ガキじゃあるまいし、空ではしゃぐなバカ者め。それと無駄玉打つ次だ。当たりもしないのにバカバカと火吐いてりゃ内臓にも負担がかかる。ここぞって時に火が吐けなくなったバカもいる。お前だフラン。なこと言ったって当たんねえんだから仕方ねえじゃんか。相手は動いてんだぞ。後ろを追っかけて撃ったって当たるか、ボケ。相手の軌道を読んで相手の行く先に弾をまくんだ。そんな基本もできていないのか。やってるよ。やっても当たんないじゃんかさ、あんた。当たり前だ。見てから避けられるものを避けんバカがどこにいる。あんた後ろ見ながら飛んでるのか。逆に聞くが、貴様らは後ろを見ずに飛んでいるのか。言っておくがな、俺は前よりも後ろを見て飛んでいる時間の方が長いぐらいだ。そんな飛び方むちゃくちゃだよ。何がむちゃくちゃなものか。航空機の弱点は背後だ。それはトカゲも同じことだろうが。こんなことだから攻撃されるまま攻撃されるまで背後の敵に気づかんのだ、バカめ。バカって言うんじゃねえよ。めちゃくちゃ言うやん。貴様、今日貴様は何度俺に撃墜された。バカじゃないなら数を数えてみろ。めっちゃイカれとる。おお驚いた。貴様20より多い数字を数えられたのか。指の数が足りんだろう。あそこまでバカじゃねえし。いいか、空戦では見張りだけは怠るな。敵より先に敵を見つけ、敵に先駆け、少しでも優位になるように行動しろ。優位戦こそが必殺である。チェ、なんだ偉そうに。あんたの場合はモーリンの目と合わせりゃ目玉の数が4つじゃねえか。そりゃ後ろ見ながら飛んでも問題ねえだろさ。やっとそこに気がついたか。その通り、短期で飛べば目は2つ、人を乗せて飛べば目は4つ、それこそが貴様らの範囲だ。なんだそれ。私も誰か乗っけて飛べってのかよ。分かってるじゃないか。その通りだ。今後は2人1組でペアを組んで飛んでもらう。連帯やな。お互いがお互いの目をカバーすればいいんだよ。冗談じゃないよ、重くなる。その重くなった森に一生もできなかったお前が、生意気を言うな。フラン、貴様はエレンを乗せて飛べ。よりによって一番重いエレンを。貴様は軽すぎるからフラフラするんだ。少しは重いものを乗せた方がいい。分かったな。あ、連帯で飛ぶんじゃないんだ。変態で飛ぶんじゃないんだ。ちゃんと乗せて飛ぶんだ。へー、嘘だろ。私は乗られるより乗る方が好き。次にカーマイン、貴様は森を乗せて飛べ。どうして私まで。貴様、俺の話を聞いていなかったのか。理由は説明しただろう。文句を言わずに言われた通りに従え。全然納得いきませんわよ。他に文句のある奴はいるか。なんだ、文句があるのか。みんなちゃんと名前で呼んでもらえてるのに、どうして私だけ森なんでしょうか。貴様の文句が一番くだらんぞ、森。だってなんか私だけひどくないですか。では訓練が終わったら風呂に入って俺の部屋に来い。寝床の中でたっぷりと名前を呼んでやる。森でいいです。ひでえ。よし、では後日から訓練ではこのペアを基準として練習を行う。長距離航行訓練ではペアの上下をひっくり返して訓練するから、そのつもりでいろ。ペアをひっくり返す。長距離を飛ぶときは
特殊軌道がうまいやつよりも長距離、長距離編隊飛行に優れたやつを下にするという意味だ。要は瞬発力や巴戦に長けたものを戦場まで運び、そこで交代するというわけだ。これは俺の経験だが、ラバウルからガダルカナルまでの、1040キロを3時間半もかけて、探査機で飛ぶと戦う前に疲れてしまうことが多かった。ましてや帰りのための燃料をたっぷり積んだゼロ戦は動きが鈍く、やっと戦域にたどり着いたところで落下増装を捨てると残りの燃料の問題で15分ほどしか全力で飛べない。もう一撃という無念を抱えたままキロにつかなければならない苦渋を解消するにはペアを組むのが最良と俺は考えている。戦域までは航続距離の長いものが飛び、戦域に着いたら瞬発力に優れたものに交代して空戦を行い、帰りもまた航続距離の長いものに交代するというわけですか。頭いいな。そういうことだ。これまではどの飛竜も自力で空戦域まで飛んで、戦域ではカッコバラバラに戦って戦闘が終わればまた自力で帰ってくるってやり方でしたけど。すごいな。この世界に初めて戦術を持ち込んだ。それを能力に応じて分業することでカッコの負担を減らすことができれば確かに楽になりますね。やだよ、めんどくさい。そんなのパッと行ってパッと戦ってパッと帰ってくればいいじゃん。私人乗せで飛ぶの嫌いなんだよ。お前の言いたいことはわかる。敵との空戦は一騎打ちが基本。そこで味方の命を乗せて飛ぶなど重荷でしかないという考えなのだろう。俺も昔はそうだった。貴様らトカゲ族は個人技能に依存しすぎだ。味方がいるのにそれを利用しない、有効利用しない手はない。何せ俺は無線技術の発達した連合国軍と戦って編隊飛行で攻めてくる敵を相手に短期で戦うことの不利を十分に知っている。自分がやられて嫌な戦法は相手にとっても嫌なはずだ。というわけでこれから貴様らにはペアを基本とし、ペアを、2組合わせてロッテを組んだ状態で空戦訓練をしてもらう。どういうこと？ロッテ？何？フラン、エレンのペア、カーマイン、森のペア、この2機で1つの編隊を組み、相互支援し合うということだ。何それ、めんどくさい。文句あるならかかってこい。俺に勝てたら貴様らのザレ言にも耳を貸してやろう。今日はもういいよ、もう無理。お飯食えるかな。よし、ならばこれで解散するが、明日からはみっちりやるからな。明日の午前は座学をやる。貴様らトカゲに高校の何たるかをがっつりと教え込んでやる。森、エレン、貴様ら長距離、高校組は覚悟しておけ。はい。午前の座学の後、午後は座学で学んだことを実践で試験する。戦闘組も決して気を抜くなよ。いいな。本日は以上。森、号令。ご指導ありがとうございました。よし、解散。さすがにもうバテた。さっさと風呂入って寝ちまいたいよ。ご飯食べる？いや無理っしょ。今何か食べたら絶対吐く。姉さんが言ってたのってこういうことか。くそ。食っておかないと明日が持たんぞ。無理にでも食っておけ。ちぇ、誰のせいだと思ってんだよ。ったく。俺を憎んで貴様らの未熟が治るのならいくらでも憎め。ご飯食べたい。おめえは食ってばっかだな。それ以上育って重くなったら私の背中には絶対乗せねえからな。ほらまーちゃん大丈夫？まーちゃん、どうした？寝ちゃってます。これだけ怒鳴り散らされても居眠りをこく余裕があるのだから、それはそれで肝の座ったことだ。疲れちゃったんですね。こんなところに置いていかれても邪魔だ。森、貴様は責任を持ってそいつを持ち帰れ。はい、お任せください。こう
ういうの慣れてるので。ほーらまーちゃん帰り待ちよ。にゃむって何？やれやれ、これから先何かと苦労も多そうだ。お疲れさん。なんだ、あんたいたのか。指揮所の前であれだけ大声で怒鳴れば気になって様子も見に来るさ。初日から随分と手厳しくやってくれたようだな。嫌われたぞ貴様。嫌いで結構だ。そういった感情を隠したまま上辺だけで付き合っている関係のまま勝てるほど戦争は甘くない。感情を全てぶつけてそれでもいいと思える相手とだけうまくいく。兵同士の絆とはそういった好きとか嫌いとかの先にあるものだ。特にペアとはそういうものだ。若い連中にそういうことを伝えるのは難しいぞ。問題ない。伝わないやつはさっさと戦死して伝わったやつだけは生き残る。だから可視官はこんな面倒な仕事をするんだ。貴様、宗剣様とはもう会ったのだろう。ああ、それがなんだ。気をつけろ、あの小隊長に気に入られると面倒だぞ。どうにもお前はそういうタイプだ。どういう意味だ。ケツに気をつけろって意味だよ。マジか、言って。おい、別にトカゲのおっさんに気に入られるような真似をした覚えもない。必要以上に気に入られてしまえば俺が元の世界に帰るとき無駄に帰りにくくなってしまうだけだ。とはいえ帰れる保証どころか目処すら立っていないのが現状だ。であれば俺にできることはやっていこうと思っている。ただそれだけのことだ。